はい、こんにちは、まめと申します。名前から噛みそうになった、ごめんなさい。棺桶時計の動く夜実況プレイおまけ編、やっていきたいと思います。で、今回は、このにゃんこちゃんですね。はい、ニコニコ見ていきましょう。おやさてはニコ中かな。大丈夫、安心して、私はニコ中の味方だよ。そうだね、せっかく同士に会えたんだから、おまけステージに案内してあげようか。ということでやってまいりました、おまけステージ。じゃあ見ていきましょう。ゲームの元ネタはだいたい想像つくと思いますが、大きな古時計です。この大きなのこの、なるほど。このね、この歌すごいちっちゃい時聞いてて、毎回なんか歌いながら泣いてたんですよね。本当にあの頃からね、なんか感動やっていうのかな、本当に異常なぐらい涙腺が弱いんですよね。あの曲の制作の由来を知り、どうにか自分なりにお話を作りたいと思ったのが始まりですね。当初の予定では死んだ祖父に会えたけど、あれは夢だったのだろうか。いや、夢じゃない。祖父の死と同時に止まっていた時計、それが祖父の、祖父と会っていた時間だけ動いていたのだから、っていうシナリオにしようとしていました。なんとなく感動的だし、物語の肉付けは作りながら考えればどうにかなるだろう。そんな風に始めたのが間違いでした。結局最初考えていた下シナリオなんて跡形もなくなりました。後付け設定のオンパレードですよ、全くもう。前作の竹取臨床局では、人は生まれ変わりなのしない、キリとかやっておきながら、私は祖父の生まれ変わり、ようやく思い出した、ドヤーというように、お互いの作品のディスり合いを繰り広げています。全く一貫性のないシリーズですよね。ちなみに、シリーズの中で一番好きなのは、赤姫協奏曲です。赤姫コンセルト、未プレイの方がいましたらぜひ一度触ってみていただけると嬉しいです。ということで、赤姫協奏曲、URL 説明欄に貼っているので、ぜひぜひ皆様プレイしてみてください。本当にこちらも素敵お話なんですよ。悪魔、いや、悪魔もイケメンですよね。寿命と引き換えに願いを叶えてやることをなりわいにしている。お前の願いを叶えてやろうか。どんな願いがいい？藤山と鷹と那須の夢を見る。寿命1年。なるほど。なんか初夢でこれを見たらその1年縁起がいい的なやつですよね。二次元に行って好きなキャラとデート。寿命5年。これいいですね。5年でこれならいいんじゃないか。多分私100歳ぐらい生きそうなので。じゃあね、あ、うん、まあやめとこう。ハイスペックの PC が欲しい。これもね、欲しいんですよね。最近ね、ちょっととんでもないことをパソコンでしちゃって、これ話し出すと長くなるからまたやめておこう。そろそろパソコンがやばいかも。宝くじで一等当選。70年か。70年で一等。それなら、まだ、二次元に行って好きなキャラとデートがいいな。愛ちゃんが、ゲフンゲフン。ということで、じゃあこれにしよう。よし、任せな。油、かたぶら、ん？これはもしや？残念なお知らせがある。待って、私あと5年も生きられないの？ 5 年以内に白いドレス着らないの？というね、はい、魔女です。すごく悪いやつです。少年少女の弱みにつけ込み、異世界に飛び込ませ、死に様を見たり絶望する顔を見るのが趣味です。とってもド S なお姉様なんですね。この借りはきっと必ず返す。私の封印が解けた時、あの娘に死よりも辛い苦痛を与え続けてあげるわ。せいぜい一時の幸福をかみしめておくことね。一生出さないからな、お前なんて。影の薄いマリン母です。シチューを作るのがうまいという、他に設定は一体ありません。いやー、美人巨乳ママじゃないですか。そう、動画でも思ったのが、シチューイントネーションどっちなんだろう。ピアノの腕は残念ながらありません。いつも父にピアノを占領されて自由に弾けなかったのが原因でしょうね、きっと。なるほど。私の家のピアノは誰も触らないから弾きに来てください。自分で弾けよって話ですよね。
僧侶です。お菓子の家はどうでしたか？一回くらいはあんな家に行ってみたい。そうなんですよ、ちっちゃい頃からの夢なんですよね。あんな素敵なお菓子の家かぶりつきたい。壁にクッキーの壁にかぶりつきたい。チョコレートのソファーをペロペロしたいという。それにしても時を止めるシステムを取り入れたとはいえ、めんどくさくってすみませんでした。捕まえにくいお菓子いっぱいありましたよね。反省してます。ごめんなさい。いえいえ、そんなことはなかったですよ。それとお菓子が飛び回るのは初見さんにはインパクトがあっていいかもしれませんが、常連さんはまたこれかと思われたかもしれませんね。いえいえいえ、いつもとなんか雰囲気違ってそれはそれで楽しかったですよ。いろんなお菓子がありましたしね。今まで過去作にウサギを100羽捕まえるというステージを何回か使用しておりました。今作はまさしくウサギをお菓子に変えただけになっています。なんというか申し訳ありません。そんなことないですよ。いいシステムが思い浮かばないなら作るなんて話です。いや、そんなことないです。毎回楽しませてもらってますよ。過去システムの流用ばかりで本当にダメなやつです。これからは違う。とりあえずこのシステムを使わないの？いや、あのですね、ウサギさんこう捕まえていくごとにウサギ一人一人にコメントがあるんですよね。それをまた見ていくのが面白かったので、ないのは寂しいです。ゲームプレイお疲れ様。いいスマイル。ここはおまけルーム。役に立たない愚痴が聞けたりするよ。特殊画像なんかも用意してあるからちょっとだけ見せてあげるね。マリンちゃんのブレザーじゃない、セーラー姿じゃないか。ブレザーの方が似合うけどセーラーもなんかそそられるよね。いいですね。白ソックス。ここまでプレイしてくれた君だけのご褒美画像だからね。いや、しっかり目と動画に焼き付けておきます。いや、可愛いですね。マリンちゃんほんと可愛い。なにこれ私が魔法少女になる、そんな構想があったんだ。これがその服なの？私に似合うかな？ちょっとだけ恥ずかしいかも。セーラームーンのような、プリキュアのような可愛い。しかもめっちゃ露出が、露出中って噛んだ。へそ出しじゃないですか。めっちゃ可愛いんだけど。あ、マリンパワーっていうのはここから来てるのかな。なるほど。めっちゃ可愛い。登場させて欲しかったな、なんて。我ながら恥ずかしい格好したもんだよ。とっても可愛らしい。燃えました。どうも、シリーズ恒例の首刈りくんです。今回は首刈り旅館はなく病院に出演しました。首刈りくんってちゃんと名前があったんですね。首刈り旅館、システムも単純で作る分にはすごく楽なんですが、さすがに何回も使い回しすぎました。反省してます。ごめんです。いや、でも毎回コメントとかで首刈り旅館がね、出てくるのが楽しみみたいな感じの方もいらっしゃるので、首刈り旅館また復活してくれたら嬉しいなね。神尾さんに会いたいあとは、キャラグラの使い回しですかね。このグラ結構気に入ってるんですよ。よくよく見てるとひょうきんな感じで結構可愛く見えてくるんですよ。アメリカンコミックにそうね、インパクトがすごいですよね。目が血走ってて、こっちみんなということで、今回初登場だったよね確か失礼しました。どうもゾンビッス。このゲームを作った時期が学校暮らしの放送時期と被っていたので僕らが登場しました。なるほど、学校暮らしめっちゃ面白かったですよね。いやー、ゾンビものっていいですよね。仲間だった人が敵に回った時の絶望感が本当に好きです。ただ今回のゲームにそういうのを取り入れられなかったのが残念でなりません。もし僧侶ちゃんがお菓子の家じゃなくてこの廃病院で出てきてたら、こういう展開になってたかもしれないですねなるほど。今までホラーと呼べないようなものばかり作っていましたが、そのうち本当のホラーゲームを作ってみたいものです。廃病院怖かったですよだっていないと思って振り向いたら急にこいつがいてね、とんでもない規制を何回か発した記憶があります。怖かったです。病院、ビーンです。ビーンって言ったらね、どうしても私ミスタービーンが出てきちゃう。大好きなんですよ。お菓子の家で追跡者役やってました。最初は接触ダメージが今の4倍。マジっすか。初心者のことを考えて今のようになりました。あ、4倍か。なんか難易度あったんでしたっけこれ。ちょっと気になる、どのくらい食らうんだったんだろう4倍って。お菓子の家、マップがとってもおしゃれで作ってて非常に楽しめました。カラフルで見てて本当に楽しかったです。そして
さ、話しかけたくない、触りたくない、あの黒いあいつ。えい、お菓子があれだけいっぱいあるんだもの、ゴキブリが湧くのも当然だよね。というわけでみんな大嫌いの G ですって言われたらちょっとかわいそうになってくる。ゴキブリの天敵って言ったらゲジゲジかな。ゲジゲジって見たことないんですよね。あいつら見た目はものすごく気持ち悪いんだけど、俺たちより素早く動けて捕食してくるんだぜ。なるほど。人間にとってはすごい益虫なんだけど、見た目のせいで苦情対象にされてるかわいそうなやつ、それがゲジゲジさ。あんたも人は見た目で判断しないこった。足がいっぱいあるっていうのは聞いたことあるんですけど、どんな見た目なんだろう、気になるね。そしてかわいいジンネゴちゃん、ゲームで使用した BGM が聞けるよ。順番はめちゃくちゃだけど堪忍してね、ということで。おー、わー、これ全部聞けるんですね。赤姫競争曲で使用しています。ピアノの音色いいですね。ご飯さんもすごい優しい曲ですね。ということで、ゴリラのレクイエムでも使用していました。暗くて嫌になる曲。ゾワゾワしちゃう、なんか。すごい、ゾワゾワする。いつかどこかの鬼ごっこ。かろうじて、解禁賞を逃している BGM。お察しの通り、お気に入りです。もはやこの曲を聴いているだけで何かを捕まえなきゃという使命感。あれか、うさぎさんの追いかけっこで流れてる曲か。なるほど。いやー、これまた聞きたい、聞きたいな、これ。これ聞きながらうさちゃんを追いかけっこしたいな。チラチラ。日本語訳すると、親愛なる子供時代の友達へ、なはず。この曲に、たくさんの思い出が詰まっている感じがします。もうこの曲が好きすぎてやばいです。正直できました。これもなんか落ち着く感じの曲ですよね。あ、そう、あのね、あのですね、実は私、このゲーム終わって、ちょっと街中広いからもっと探索してたら、見つけたんですよ、このカジノ。見つけたんですよ。どうしよう、動画にしたいな。おまけ2個作っちゃう。おまけ2個作っちゃう。そうしようか、そうします。本棚がね、めっちゃいっぱいあったんで、それとカジノを見ていくのをおまけににちょっとしたいかなと思います。いや、すみません。ということで、やつが来る、気になった。あ、追われてる時の曲ですね。もう一つの祭り、思い出がいっぱい詰まった最高の BGM です。この曲に出会えて本当に良かったです。物語の締めくくりによく利用して、あれですね、あのエンディングの時に流れてる曲ですよね。すごい爽やかなフレッシュな曲ですよね。ということで、ピエロさん、このゲームとは関係ないけど、この前ゲーム雑誌に小島店員さんという有名実況者の推薦のおかげで、青みこ幻想曲と、ゴリラのレクイエムが載ったんですよ。いや、発売日はウキウキでした。どんな記事になっているか仕事中も楽しみでしょうがなかったです。それで買って家に帰ってお目当てのページを開いた時、軽く怒りがこみ上げました。なんだろう、作者が別の人になってるじゃねえか。それはいけませんね。ちなみに、無名の底辺作者だけどさ、ひどい。そんなことないですよ、知られてますよ、本当に。ゴリラが特に。ちなみに、盆踊りするウサギに追いかけられるゲームの作者さんの名前が代わりに入ってました。あのゲームはプレイしたけど本当に怖かった。盆踊りをするウサギ、何のゲームだろう。めっちゃそれは気になりますね。ちょっと後で調べてみます。だけど、雑誌発売日のうちに、雑誌編集者よりも早く小島店員さんからのお詫びメールが来て、さすがにビビった。しかも対応が普段の実況している姿からは考えられないほど紳士だった。本人は全然悪くないのにね。さすがに恐れ多すぎて怒りなんか一瞬でふっと吹っ飛んだよ。なんて言った。吹っ飛んだよ。結果的にご表記してもらってよかったとさえ思ってる。話のネタにもなったしね。というわけで、来年うちでは小島さん、小島店員さんを応援しております、ということですね。これ戻るだったよね。こっちはなんだっけ。
今回のゲーム作りは非常に苦戦しました。特にシナリオですね。今までなら作って修正を数回繰り返したら納得できるシナリオになるのですが、今回は何十回繰り返しました。それでも納得のいくエンディングには程遠く、結局妥協という形であのようなエンドになりました。なんか言われてましたもんね。私が動画にした部分、エンドロールが終わった後にマリンちゃんとママの会話があったところを、なんか新しいバージョンではなくしたって言われてました。はい、という今撮ってるのは新しいバージョンのはず。はい、でも、良かったけどな。作ってるとわかるんですが、だんだん自分が枯れていってるのが手に取るようにはっきりとわかるんです。そんなことない、そんなことないです。小手先の技術ばかり覚えて、評判良かったからとシステムは何回も使い回し、しまいにはシナリオも満足に作れない。このゲームを作り始めてから頭の一部が丸く剥げました。大丈夫ですか？スカルプ D をお送りしますよ。それにしても剥げるって怖いんですね。髪がどんどん抜けていく恐怖を伝えるゲームを作ってみたいなと思います。怖い。私もめっちゃ抜けるから怖いんだけど、ちょっとね、ベジータのように M 字ハゲになりそうでね、本当にデコが最近後退してきて怖いんです。次回作ですが、ゴリラのレク、本当髪型がゴリラのレクイエム 3D を、15年中にと考えています。ということで、ゴリラのレクイエム 3D 公開されました。 URL、また説明欄に貼っておくので、皆さんぜひぜひプレイあれ。いつも使っている、疑似 3D ではなく、ちゃんとしたスクール、Unity、ツール、Unity で作った 3D ゲームになるかと、けどプラムルリング、今日なんて言ったっていうのが多いんだけど、プログラミングがちんぷんかんぷんで難航中です。また、探索型ホラーアドベンチャーもどうせ半年以内には完成するんじゃないかな。題名候補は、黒巫女野草局とか、そんな感じです。主人公の画像をちょっとだけ見せてあげるから燃えてね。あるうじちゃんじゃないか。かわいい。巫女姿だよ。燃ゆりますね。いや、ほんとにかわいい。主人公がかわいいとやる気も起きるよね。起きますね。いや、ほんとに、もうね、内田内田様の作品のね、女の子たちみんなかわいいので、女の子たちでね、ギャルゲーを、すごい希望、熱望しております。ということで、あ、間違えた。あ、間違ってなかった。戻りました。で、実はですね、なんと、私用にイベントを作ってくださったということで、ひー、嬉しい。入れていきたいと思います。ミニーさん、0323、完全に私のお誕生日でござる。行くぜ。おや、このパスワードはもしや、美声実況者の、いや、そんな恐れ多いでございます。はい、私です。豆です。あ、チン猫ちゃん、なんかちょっと悪い顔してるんだけど、クックック、お待ちしておりやした。さあ、こっちですぜ。はぁ、嬉しい。ありがとうございます。豆。ようこそ、豆さん専用マップへ。いや、嬉しいでござる。豆って床に書いておる。え、豆塩をあがめるマップ。いやー、嬉しいでござる。そして私の大好きなね、甘いものパンケーキがふよふよと飛んでおるので話しかけましょう。日々の実況活動お疲れ様です。お美しい声で毎度癒されております。ありがとうございます。なんかどちらかというと、とんでもない規制ばかり発している変態実況者のような気がするんですけど、いやはや内田内田シリーズの実況毎度ありがとうございます。いや、ほんと、いや、こちらこそ本当に毎回実況させていただけて嬉しいです。ありがとうございます。七不思議レクイエム、青巫女ファンタジア、赤姫コンチェルト、竹取臨床曲、そしてこの棺桶時計の動く夜、シリーズ全部動画化してもらえるなんて感動、感激の極み。いや、もう私の方が感謝感謝感謝です。本当に
日頃の感謝を込めて何かお礼をしたいなと思っていたら、いても立ってもいられず専用マップを作っておりました。テヘペロ嬉しい、制作者にとって自分の作ったゲームをプレイ、ゲームを楽しんでプレイしてもらえるって本当に嬉しいことなんですよ。正直マメさんの実況プレイ動画を見て救われた部分が少なからずあります。本当ですか、嬉しいでございます、ありがとうございます。多分、他の制作者さんで同じ風に思ってる人もいるんじゃないかな。ゲームに対して愛のある実況は本当見てていいものです。嬉しいです、もう本当に毎回毎回本当に楽しんでね、プレイさせていただいております。長く活動を続けていたら不安に思うことや諦めたくなるようなことも出てくるかもしれませんが、そんな時はライデン内田をはじめ他にも応援してくださる人がたくさんいることを思い出してやってください。いや、あのやばい、実況中にめっちゃ泣きそうになる。ありがとうございます。ひとまずお疲れ様でした。出口は、用意してないので F12 で戻りましょう。本当に、いや、すごい、私も今の言葉がすごい救われます。あとすごいコメントとかも救われてます、皆さん。いやー、やばい、ちょっと本当に涙点が詰まってるよ。涙点が破裂して炸裂しちゃいました。ということで、すごいこんなおまかわいいおまけページを作ってくださってありがとうございます。すごい嬉しいよ。ということで F12 で、あ、そうだ、実はですね、もう一個入れてみてくださいって言われてた数字があるので、ちょっと猫ちゃんのところまでカットしたいと思います。カット、はい、ということで戻ってきました。もう本当にさっきのお部屋で涙腺が崩壊したのでね、直してきました。いや、本当に素敵、おまけページありがとうございます。そしてもう一個入れてくださいと言われた数字がですね、0721だったかな、0721では行きましょう。ふざけてるの、下品な人は嫌いだよ。え、待って、072なるほど、これは分かる人には分かる、分からない人には分からない、うん、完全に下ネタです。そういう下品な人はね、もう変態おばさんだからね、こんなの。マップで永遠にさまよってしまえ。ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、すっごい追われてるんだけど、白黒マップ、気持ち悪い、こっちみんな、こっちみんな、こっちみんな、あー、ちょっと待って、当たってしまったんだけど、はい。ね、下品なやつには制裁をということで殺されちゃいました。はい、ということで今回で棺桶時計の動く夜実況プレイ終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そして制作者内田内田様、本当に本当に今回も素敵作品をありがとうございます。これからもまたゲーム出されたら実況させてください、お願いします。ゲーム制作頑張ってください、ファイティン。はい、ということで、あ、そっか、あ、もう一個おまけ編あるんだった。でもまあここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回の実況でまた会いましょう。バイチー。